どうもです。今回動画を上げたのはちょっと前回の動画を振り返っていてあまりにひどいと思ったんで、挽回しようかなというのでやっていきます。はい、お願いします。前回動画ね、興奮してからしてたからなのかな、すごい分かりにくいから、ちょっと一回まとめてみようかと思ってまとめてみたんですけど、前回の動画まずまとまっていなくて分かりにくい、話したいことがいっぱいあるから、仕方ないかなとは思うんですけど、分かりにくいのはダメですよね。ということで、ちょっとまとめてみて対策を作ってみましょう。事前に項目を作るっていうのでちょっと対策を立ててみました。で、前回話したかったことが、そのお兄さんクソ可愛いじゃねえかっていうやつと、あと宝箱のエフェクトがすごく良くなったねっていうのと、雇う人数を、イベントの時ではそんな雇う人数いないからいいんですけど、50人雇わなくちゃいけないんで、それを公式さんの方に何とかしてほしいなっていう要望を出していただいたんですね。動画時間すごく長かったんですけど、喋りたいことがそれだけだったんで、多分すごくいまいちな動画になってしまったんじゃないかなと思ってます。これからちょっとずつ直していくんで、よければ応援してください。これは何が変わったのかなって。あれからしばらくやってなかったんで、大まかなことすらわからないって現状ですかね。このモードだと肩パッドが強いのかな。これですね、肩パッド。すごく足遅いんだけど、これは前に進む必要もないので、高火力で攻撃、すごく強いんじゃないかな。しまった、このモードではお兄さん見れないのか。あとあれだね、ムービーか、ムービーが一回クリアしてしまうと見れなくなってしまうので、それをなんとかしてほしいかなっていうのはあります。なかなか作り込まれてたんで、もう一回見たい気持ちがあります。前回の動画で、2000ウェーブぐらい行ってた人がいたのかな。どうやら、課金パックなんかを買って進んでいたわけじゃなくて、チートを使ってたのかな。チートというか、こうすればずっとできるみたいなやり方があったので、それを公式さんが修正して、今はかなり落ち着いてます。ソルジャー最強か。序盤は多分ソルジャー最強なんで、ひたすらソルジャーっていうんじゃないかな。お金ください。ロッド絵も普通の可愛い絵柄も好きなんだけど、皆さんどうなんでしょうね。ドット絵がっつり世代ではないので、ドット絵は皆さんに分かってほしいか。多分僕が説明するのはまた違うと思うんですけど、多分かりやすいんですよね、この絵柄は。
少ないマス目で表現しなくちゃいけないから、まあ、絵がものすごく分かりやすくなるね。それが僕は好きですね。この剣の魔物さんはどうやって描いてるんだろう。紫色、ま、魔力とかありますかさ。僕も魔力まといたぜ。うん、まといたい。うん、魔力いいな。魔力があったら何しよう。パンチだ。パンチ。女性のリスナーさんには申し訳ない。うん、まあ僕はパンチが信じますわね。全力でパンチが、命がけのパンチが。うん。男のロマン。あ、お兄さんのパンチラはありかな。幽霊とかいう設定だったかな。なかなかいちごパンツとか出てたら可愛いですね。はい。ゲーム40億ぐらいで終わってたかな。どこまで行くんだろう。ソルジャー出しすぎてカッパリと出せない。しまった。おっ、やばい、やばい。あー、これはちょっと無理ですね。おっとっとっと。今こんな感じでぼちぼち投稿していくんで、はい、また成長待っててくれたら嬉しいと思います。じゃあこんなところかな。またね。